令和元年11月27日、阿蘇市内の巻の阿蘇市立内の巻小学校に中国の小学生が訪問し、内の巻スマイルキッズ学童が出迎えました。この日小学校を訪問したのは、中国湖南省の西園小学校の4年生から6年生26名と、引率の先生3名です。児童たちは、 修学旅行で日本を訪れており、滞在中に日本の小学生との交流を楽しみにしていました。まず、体育館に集まった子どもたちを前に、声援小学校校長が、この機会をきっかけに、両国の子どもたちの交流と相互理解を深めたいです。ぜひ、湖南省調査市にもお越しくださいと挨拶がありました。 その後、西苑小学校の子供たちによる踊りの披露があり、内の巻小の子供たちからは、見てて感動した、衣装が綺麗だった、などの感想が伝えられました。続いて、グループに分かれ、ボールを的に当てたり、ボーリング、だるま落としなどのゲームを一緒に楽しみました。最後は、互いに記念品を交換して、この日の交流会は終了しました。